あ、ちょっとセーブしとこうかな。ちょっとなんか、せっかくクリアできたというか せっかくというか、まあちょっとチート使ったわけですが セーブだけでもしとこう。なんかね。よし。はい。セーブします。で、石は何に使うんだっけな。覚えてないね。覚えてないね。なんだっけ。まあいいや、とりあえず職員室行こう。ちなみにアイテムは何持ってたっけ。地図と、まあ、落書きと石的なものか。はい。確か、これですよね。パスワードか。これは、まあいいや。あれはまあ、まあ、ぼちぼち。まあ、わかるでしょう。よし。ちょっと待って、何をするんだっけな。まあいいや。多分、まだ全部、教室回ってないかな。多分。回ってないかもしれない。とりあえずね、まだ回ってない教室があるかもしれないんで、まあ、回っていきましょうか。ここは違うか。屋上か。どこかな。ここは理科室。理科室か。そっか。違うわ。違うわ。鍵持ってないわ。ダメだわ。はい。ちょっと順番に回っていきましょう、じゃあ。よいしょ。髪の毛危ねえ。図書室。鍵かかってる。なぜ。うお、どっから来たあいつ。あの髪の毛どっから来た。おおか。こっから出ても大丈夫かな。多分いけないよね。多分。はい。やっぱ帰れませんね。やっぱり。プールもあるのか。よいしょ。まあね、廉価を、まあ、探すというか、見つけるまでは帰れないというね。庭はいいわ。庭はさっき行ったよね。こっち行った気がする。ちょっと鍵。待って、鍵。校長室の鍵、職員室の鍵、音楽室の鍵、で、会議室。はい。で？で？で、どこに行けばいいっていうね。うん。石だよね。石をどこで使うかなんだけど、どこで使うんだっけ。ちょっと覚えてないわ。お、ペットボトル。あ、ペットボトルあれかな。理科室のなんか光る水みたいな、あれを確か入れる容器的なものだったと思う。ないか。ということは次は理科室に行きたいんだけど、理科室の鍵はどこでもらえるんでしょうか。職員室にあるかな。あるかな。よいしょ。なんか確か前作はなんか鍵がなんか置いてあった気がするんですけど、置いてくれてないですよ多分。読み忘れたというか、なんというか。はい。中庭か、校門の方ね。じゃあ、もう一回やろう。
はい、校長へ、戸棚の鍵を探すよう言われましたが、見つからなかったので帰ります。花壇の手入れでもしているときに外で落としたんじゃないでしょうか。外だと、広すぎてわかりませんね。鍵屋でも呼んでしまいましょう。なるほど。じゃあ、ちょっと庭か、かな？じゃあ庭にとりあえず行きましょうか。はい。待って、びっくりした。びっくりした。びっくりした。あ、あいつ入ってた。びっくりした。まだ来るか、クソ。ちょっと、庭にいいよ。庭に行こう。庭でも来るか、まだ。まだ来るか。よし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 よやっぱりあれですね。なんか前作やったことあると、まあ、ある程度サクサクいきますね。はい。あれ？あれ？あれ？違う。反対だ。反対だ。やっぱり廊下がない分、ちょっと移動が早い。やっぱり。ちょっとこれは嬉しいな。戸棚。はい。小さなメモが入っている。あ、出た。ボックスの番号。4991と、はい。4991。さて、開けに行こうか。4991。はい。来たー！図書室の鍵、リコー！いいな。確かなんか前回は、なんか、1個ずつぐらいしか持っていけなかった気がする。なんか。ねえ、どっちに行こう。うーっ、ちょ、待って。いやー、ちょ、びっくりした。もう、なんでこんな投票率高いの、この子。ほんとに。ちょっと勘弁してくれ、もう。まだ来る。まだ来るか。やばい。あ、来へんか。よかった。じゃあ、どっちから行こうかな。どっちだっけ。あれ、ちょっと待って、3階か。理科室から行きましょうか、じゃあ。多分、理科室は、水を汲んで、違う、どこに行こうとしてる、俺は、もう。はい、こっちかな。ふぅ、疲れた。よし、理科室開けましょうか。はい。やっぱり椅子が多いですね。椅子を片付けてくれ。あれ？どっから行けばいい？こっちか。これ、ここでおんこちゃんが出たらちょっと終わる気がするわ。あー、いやだ、もう。あいつかよ。あいつかよ。なんでこのタイミングで？ってこのタイミングじゃないんで。はあ。で、一回目調べます。はい、何かおります。で、入って、はい。あ、セーブしとこう。はい。で、何もないんですね。はい。理科の先生の日記がある。はい。7月10日、最近気になるネットオークションがある。ゴミのような、不用品専門のオークションで、格安で商品が手に入るらしい。名前はカスオークション。カスオクとも呼ばれ、一部ではかなり有名のようだ。4月17日。俺もそのオークションに登録してみた。商品は少ないがかなり安い。これは人気が出るわけだ。4月26日。人の影のポス、人の影の書かれている、ポスターを125円で落札した。届くのが楽しみだ。8月2日。今日届いた。不気味な感じが素晴らしい。早速部屋に貼ることにした。貼るなよ、もうこんなもの。ふざけやがって。8月、5日。ポスターを貼ったら妻に嫌がられてしまった。なんか夜中になると影が動いているのを見てしまったらしい。バカな話だ。だがポスター1枚で喧嘩もしたくないから部屋に貼るのはやめた。8月10日。とりあえず物置でも貼っておこう。手放すつもりはないから貼る場所を考えておこう。9月1日。
ポスターは理科室に貼ることにした。人体のシルエットだけで、人体のシルエットだけのポスターは珍しいから授業でも使えそうだ。夏休み前はなかったポスターは理科の先生が買ったものだったのね。はい。でね。でね。でね。あの子がね。あの子が来るわけですよ。はい。入れました。この水ってなんだ?はい、これは、味噌汁です。はい。そんなに怒らなくても、蛍光色が味噌、蛍光色、色な味噌が開発されればあり得る話だよ。蛍光色の味噌汁だってあったら素敵。海外でも人気になりそうだね。友達やめようかな、理解でき。はい。でですね。多分、ここを出ると、で、はい、どうも。こんにちは。はい、悪人というものです。はい、はい、どうも。こんにちは。はい。嫌だ。新しい、黒い影のポスターが増えた。今度は二人が一枚、ポスターに入っている。誰の手に渡るのだろうか。はい。バッドエンドナンバー4。呪いのポスター。というわけで。ちょっと待てよ。なんでちょっとあの影のやつに顔つけ足した。ちょっと相手の顔が怖すぎる。あの顔さえなければいけた気がする。ちょっと深呼吸して。はい。聞こえたぞ。はい。どうも。こんにちは。悪人です。はい。喜んでいるようだ。よし。落ち着け。はい、はい、いいとこに。それはないでしょ、あなた。それはないだろう。それはないだろう。ちょっと壁貫通ってないでしょ。はぁ、ちょっとね、ちょっと、本当に。畜生。もう一回行くぞ。じゃあどうしたらいいのかな?ちょっと引きつけてからみたいな。はい。やってきました。来ましたよ。ちょっと引きつけてからみたいなことをするんですね。早いって、いける、これはいけるかもしれない、いけないよー椅子片付けろ、もう、とりあえず。椅子片付けろ、本当に。椅子をね、片付けてくれてれば、すんなりいけるだろうに、本当に。椅子ぐらい飛んでいけよ、本当に。なんか、ねえ。しかもこの微妙な配置本当にやりづらい。あ、でもなんか前回のあれですよね、この黒い影のこのこいつの時は一発クリアができた気がする。スルーあー、くそ。あと何回でクリアできるかな。ちょっとやっぱり難易度上がってますよね、これ。あー、くそ。前回こんな走るの速くなかったでしょ、この子。頑張っちゃったの、この子。頑張っちゃった。でっていう。はい。はい、出てきます。はい、出てきました。逃げますけど、ちょっと引きつける。ちょっと引きつけてからの、からの。引きつけて、瞬間移動ですか?チート?何?瞬間移動ですか?マジで?あれ?なんで?今のはちょっとおかしくないか?ちょっとおかしいと思うよ。はい。じゃあ、これラストにしたいと思います。じゃあ、これでクリアできなかったら、ちょっと、まあ、次回に回したいと思います。はい。はい。で、
い、出てきます。で逃げる、はい逃げる、ちょっと引きつけつつ、引きつけつつ行くみたいな、行って、はい、順調、やばいくね、これやばくね、やばくね、いやいや、おお無理でさはいというわけで、まあ、続きは次回に回したいと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。はい、悪人でした。